はい、こんにちは、ペソでございます。ドラクエ4を続きやっていきたいと思います。ではね、まずパーティーチェンジからね。ああ、違うよ、作戦変更になってる。ちょっとね、火力弱いところはあるんですけど、で、まあピンクのレオタードでいいか。あとはね、鉄カブトね。モスマ交換で、はい。はい、行きましょう。キキ、このサンタハイムの城は俺たち魔物がいただいた後ね、この城の王はバルザック様だ、キキーとね。という、ちょっといろいろ話しましょうか。エンカウントするんだよね、確かね。この城の者は我らの者の人間は立ち去れ、メラ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 ーとね。あれ、エンカウントしないね。なんかした記憶があったんだけどね。あ、したね、やっぱり。うわ、ミステリードールか。やべ、おお、9上がって10の11か。おお、ゴールドが好き。さあ、バルザック行きましょう。これだね。あ、ふん、バルザックの靴、いい気になりやがって。デスピサール様の命令じゃなきゃあんなやつを元で働きはしないのに、キキーと上に行けない。他誰もいないのね。はい、行きましょう。ふふふ、人間め、この城に何の用だ。ほう、懐かしい顔が見えるな。やはり来たか、エドガンの娘よ。再びこうして相まみれるとはな。と、どうだ、見違えたであろうとね。私がバルザックだ。すでに私は究極の進化を極めた。この肉体は神に近いと。もはやデスピサロ様、いや、デスピサロのやつも私には及ばないだろうと。エドガンの娘を授かし、父が恋しかろうか、すぐに父のもとへ送ってやるぞと。あ、これね、スクルトやっとかないと。これが効くんかい。あー、効かない。二重がけだね。これよ。ああ、生きる方やったんだ。多分ご利用しでいけそうな気がする。
ヒャダラコは痛い。ああ、言うてる間に倒した。22に上がりましたね。ヒットポイントが6マジックパワー5が増えて、12の14の17。お次はライアンさんかな。13増えましたね。10の11。まあライアンさん体力が主ですからね。さあアリーナさんね、8増えて、うーわなんだこれは、19の22の23、27。トルネコさんね、これは分かりやすい、10ですね。で、ブライさん、あ、ミネアさんか、5の3、5の7の10。ブライさんね、7の6。で、6の9の12、ルカナン。そんなバカなとね、完璧なはずの私の体が打ちのめされるとは。しかし、この進化の秘宝ある限り、私は滅びのはず、今に、グフ。はい、消えた。事件は失敗だったようだなとデスピサウル様にご報告せねばと。進化の秘宝を完成させるにはやはり黄金の腕輪が必要なのだとね。暗黒の力を増幅させるという黄金の腕輪。黄金の腕輪を手に入れ、進化の秘宝を完璧なものとしたとき、そのときこそ我ら暗黒の種族の時代が来ようぞとね。わっはっはーと。あれ、ここもまさぶったっけ。ああ、まさぶってるね。ああ、そうだ、エンカウントするんだ。忘れてた。あ、嘘、やめて。あ、びっくりした。さね、8の4、8の10か。あ、魔法は覚えず。そろそろね、トラマのあたりが欲しいですよね。ということでね、大事なのはここのお宝ね。バリアがあるからね、ちょっと気をつけないとね、いけませんね。あ、無駄やった。おい、あやかしの笛ね。まだいける。よい。種系はちょっと直しときましょう。
ああ、やばいね。でしょう。ポチーン。いや、ははは、強引に抜けちゃった。うん、回復しとかないとね、エンカウントしたときやばいんでね。おお、クリフトさんがもう6しかない。違う違う違う。急いで抜けましょう。あー、ここでエンカウントか。あー、ドキドキやめて。うー、びっくりした。はい、はあ、これでどこからが近いんだ。イムルだ。あー、でもね、イムルだとまた夢を見ないといけないんだよね。で、世界地図を広げて、この城からでも行けんのか。行こう思ったらね。宿屋あったっけな。記憶がない。あれ、これって、ああ、商人の口にせいに口下手で苦労してますな。ヤンさんね。うん、とりあえずマジカルスカートもらっとこうか。天罰の杖ね。にしとこう。はい。ああ、旅の扉か。うん、やっぱり宿屋さん。あ、下か。あたりもうね、ペソが来ております。天空の鎧は。さあ、行きましょう。ちょっと地図を頼りに。ここからよいしょ。
隙間。うわ、毒の息は嫌だな。おお。ライアンさんね、10に増えて、また11か。あ、杖なくなっちゃうんだ。あ、あったあった。うん、ねえ、さすがにちょっともったいないよね。ガーデンブロックね。ふう、タバコが美味しいとね。城の中は禁煙なので、こうして外へ出て吸っているんだ。本当はタバコがやめられたらいいんだけどね、と。どうかでございます。ほやでや、ここ防具屋さんか。おー、三河市の服とか大通り子の服とか懐かしいの売ってますね。ピンクのレオタードもね。で、金の髪飾りと。ほうほうほう。武器屋もそれなりにね。おー、ブロンズの十字架ね。ほうほうほう。あ、そっか、あそこに入るとイベントが始まっちゃうんだ。地獄の帝王って男よね、と。だったら女の子に甘いんじゃないかなと。いよいよ地獄の帝王が復活するそうよと。その帝王を倒すはずの伝説の勇者は何をやってるのかしらと。はい、メダル発見。あん？なんだって？と。私は今忙しいんだよ。なんでもこの世のどこかに雷の杖と呼ばれる強力な魔法の杖があるそうですね。私も魔法使いとしてどれほどの魔力を秘めた杖なのか、この目で一度確かめてみたいものですと。でね、ここ面白いのはね、ここにね、階段があるんですよ。これね、意外と気づいてないみんな。炎の爪ね、これをねアリーナ先生に渡すんですよ。156ですよね。なんかアリーナさん いろいろいらんの持ってるね。はい、これでいいね。これでアリーナさんね、主力になるので、女性用の武器や防具を仕入れさせてもらっています。でも火山の爆発で帰れなくなってしまって、道が通じた。うむ、嬉しいような、残念なような、とね。まあちょっと女王様に謁見してから終わりましょうか。ちょっとイベントはそこから後にしましょう。ちなみにここはね、まあ、牢屋ですね。ああ、退屈で何か面白いことないかしらと。だ、ああ、一人いた。
ああ、これがね、多分なんだっけ、天空の盾かな。そうですよね、多分剣ではなかったと思う。あれ出ちゃうんだ。あれ女王様どこだ。上か。ちょっとね、この真上の部屋入るとイベント進んじゃうんで、ここはちょっと後にしましょうね。2階、にゃー。古い話だけどね、今の女王様のおばあ様がまだ若かった時、当時のバトランド王からやっぱりね、天空の盾というものを贈られたんで、もちろん先々代の女王様はそんなもので口説かれはしなかったけどね。え、その盾はどこかって、さあ今もこの城のお城のどこかにあるんじゃないかね。竜の神様ね。そしてブランカの国では天空から舞い降りた娘が赤ちゃんを産んだとかね。もう少しで小屋の話はまとまりそうなのですがとか。ガサ、ああ女王様のね、衣装部屋か。女王様は自分にも他人にもとても厳しいお方、くれぐれも粗相ないようにな。と、女王様はきついことをおっしゃっていても本当は優しいお方なんだよと。女王様になんか生まれなきゃ普通の娘でいられたのに、ま、お気の毒だよまったく。と、川のドレスかい。では謁見して、ちょっとそれからまたイベント進めましょうか。その姿、旅のものですね。と、この国が今こうしてあるのは外からのいざこざをあえて断ち切ってきたからこそ。忠告します、旅の者よ、早々にこの国を出て行きなさい。と、となっちゃうんですね。宿屋はこっちだったね。まあちょっと疲弊してるし泊まりましょう。ここは8ゴールド計算ね、1人。はい、ではここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、さよなら。